はい、それではソニックアドベンチャー続きやっていきましょう。ここになぜかイカダが出現してるんで乗ります。乗るとえ、乗ったら直なんだ、エッグキャリア。そうなんだ。はあはあはあ、これは想像しなかった。タラップ、ミスティックルーイン行き。あ、はあ、あれ、そうなんだ。停泊してる最中に中に入っていこうっていう話なんですね。危ない。おお、びっくりした。ビヨーン。なんだこれは。何かしそうだな。ここあれだよね、カオス6と戦うところだね。大砲使用できません。どこに行くんだろう。エレベーターある。いや、これでも中に入っちゃうんじゃないか。内部に入るよね。内部入ったな。あー、これチャオの入り口だからこれは違うんだよね。あー、落ちたかー。落ちがち。もう一回行こう。なんで落ちたんだ今。落ちるようになってんのかな。おっと、びっくり。侵入許可ありません。あれ、どこに行くんだ。ここか。ハンマースイッチ、ハンマーで叩くか重いものを乗せれば扉が開きます。あー、これあったな失礼、ダメだな。寒いとくしゃみが出ちゃう。くしゃみ、咳が出ちゃうね。あれ、戻ってきた。これもあれか、2000点取るまでやってみる。いけそうだったな。いけそうだった。ああ、くそ。よし、これで OK だ。これで OK ですね。コングラチュレーション。何も変わんないか。はい、スコアゲット。え、それだけ。
あーでも奥に行けるんだ。そうなんだ。3000点必要。そうですか。3000辛くない？3000点。怖っ。あーいけた。3000取ったぞ。3000円、3000点。ロングハンマーゲット。ロングハンマー。ロングハンマーよ。ハンマーの攻撃範囲が広がるの。回転して使うと効果絶大よ。ほう、これはいいですね。ああ、確かに打った後の範囲がね。これはなんかあんま微妙、あんまり使い勝手は良くない。え？これで終了なの？あ、真ん中は？ホットシェルターステージ2。あー、これ別にか。え、これどうしよう。やめるにしたら、やめれるのか。これやんなくていいな。アドベンチャーに戻るって感じしないよね。あ、戻った。よかった。あ、もうエッグキャリアには用はない。ミスティックルイーに戻る。そうなんだ。ロングハンマーを取りに来た感じか。本当？これ普通にやってたら絶対行かないでしょうね。ミスティックルーインの？ミスティックルーインの滝まで戻る。結構戻るね。滝か。あれ、これこの辺からでしたよね。あれ、この辺じゃなかったっけ。全然違うところ。ああ、ここだ。なるほど。イカダが出てきたんでミスティックルーインに戻る。ミスティックルインに戻って遺跡の方に行くんでしょ。コロッコに乗るんで。そうか、遺跡の方からエッグキャリアに入るんだ。それなんか打足じゃない？どうなってんの？ポリゴンの上を走ってたけど。ここは違うな。なんだっけ？遺跡探すときに来たところだね。この道ね。
こんな橋あったっけ。なんかいかにも怪しげ。行ってみよっか。よし。開かない。ああこれか。これなんだっけ、なんか謎の法則で開けたな。ん？え？今一瞬チラッと開きませんでした。ああこれで初期状態でしょ。あれ？なんか今一瞬開いたよな。あれ？全部消そう。これなんか変わってるわ。あーなんそうか、なんか踏む瞬間があんまり良くないんだな。あれこれがで、こっちが消えてないといけない。あれなんだっけ、なんかうまくやったよな、さっきな。初期状態は真ん中2つがついてるはずだから、で消えてくれればいいんだけど消えないだろうな。消えた。いやー違う、ずれてるな。あれなんか一瞬全部つきましたよね。これなんかリセットかけらんないかな。一回戻ろうか。戻れないんかな。あ戻れる、ここか。ここで一旦出て、なんか踏み方にちょっと癖があったなぁ。微妙な段差超えられないんだよね。これで元に戻ってなかったら辛いわぁ。ミスった。もうスタートからミスってしまった。もうダメじゃん。もうダメです。もうダメだよ。全部ついちゃったけど、ここね、うん、めんどくさいな。ちょっと待って、全部、いやーいやーあと1個、まあでしょうね。あ元に戻ったんじゃない。あれ消えて全部ついて、くそー、なんだこれ法則。ああ今一瞬全点灯したじゃん。
あ、開いた。うわー、ちょっと、ちょっと、怖っ怖いんだけど、微妙な判定、怖いんだけど。ファイナルエッグ、ファイナルエッグね。そうですか。うわー、来た。しつこい。ちょっとカメラの位置が良くない。あー、そうなんだよね。ファイナルエッグね。エミーでファイナルエッグつらいと思うよ、結構。マジでつらいと思うよ。ファイナルエッグってあれソニックだっけ。俺すんごい苦戦したよ。あっちゃ、待って、コイン欲しいわ。死ぬ、死んじゃった。ちょっと待って、エミーでファイナルエッグフルコンプか。これまずいぜ。ちょっと待って、うわ、戻された、死んだ。あ、これジャンプでね。なるほど。待って、ヒントか。このどうでもいいシーンだった。よし、中間。スイッチでエレベーターが降りてくるわ。降りてくるまでどこかへ隠れて。ああ、これで分かんなくなるんだね、一応。怖ぁ。ファイナルエッグか、やだな。うわぁ、もう。あっ、ぶね。はいはい。よっと、待って。これでワンアップ。中間入った。また指示が。どれかが正解。え、失敗するとどうなんのこれ。あ、外れだ。あ、外れ。これも外れっぽい。当たりが 50% 外しちゃったじゃん。あ、これ当たりっぽいな、色が。当たりですね。どうなってんのこれ。あー、来た。あ、これあれだ、これダッシュ。ラッチアップだ。よし、はず、あ、外れじゃない、クリアだ。待って、クリアでしょ。おお、いやー、びっくりびっくり。でも意外と短くて助かった。脱出成功。やったね。36個目。
もしかしてエッグキャリアの中にまだいるのかも。行ってみる価値はあるわね。ん？だって今エッグキャリアの中にいるわけじゃん。どういうこと？あれ？そもそも脱出の仕方がようわからん。これ、階段だ。出ていいのかな。もう一回ハンマーゲットした方法で行く感じかな。遺跡関係ないか。関係ありそう。ないわ。まだナックルズが来てない。はしご、あれ？ああ、ここだ。ってことはさ、先にこっちをやってからハンマー取りに行く順番の方がさ、効率良かったんじゃないの。それはそれ、これはこれ。そうか。沈没したエッグキャリアへ行けば何かわかるかも。沈没したエッグキャリアって何？エッグキャリア沈没してないでしょ。沈没？沈没した扱いなのか？ちょっと待って。情報が錯綜してます。私の中で。イベントが発生してますね。イベント発生するのか。狙われてる。じゃあやっぱりハンマー先に取ってるのが正解だ。絶対許さない。結構複雑に展開してますね。ゼロ。こいつの倒し方はハンマー？でもそんなに。ダメージ入らないな。はいはい。何回か当てると。なるほど、ちょっとわかった。
でもあれ一発ずつしか多分入れらんないんだろうな。攻撃のパターン変わった。これで、あ、頭か。ああ、オッケーオッケーオッケー。危ない危ない。あ、ダメだ。この状態ダメだ。攻撃受け付けない。死んだ。オッケー。攻撃のパターンが変わることも分かった。最初まずコインゲットして、コインゲット。あっ、うわー、もったいない、もったいないぞ今のは。コインゼロなんでね。いや、攻撃のパターン変わってないんだな。まずあのリングに押し合ってから。待って、危ない。よし、これで、あれ、よし、入った。危ねえ。でも、うわ、ちょっと、あっと、まずい。よし、よし。多分真ん中に一旦来るよね。待って、コイン。わーっと、ギリギリ。ちょっと待って。よし、行った。オッケ終わりましたね。Set up for it.
37個目。さ、次がビッグかガンマ編ですね。ガンマ編、ガンマ編だそうです。これで新曲が、まあ、あれ？ビッグ編じゃん。まあ、以下でもガンマで。準備完了。E102、ガンマの操作方法です。ロックオン。話すとか、ロックオン状態で話すと弾を発射。アクションステージのルール説明です。ゴール地点にいるターゲットを破壊すればステージクリア。エネミーを倒すとタイムボーナスが入る。あー、ってことはアクションステージタイム稼ぎながら進む感じかな。もうよし、起動成功じゃ。わしが見えるか。お前を作った天才科学者ドクター・エッグマン様じゃ。お前はわしの作った E100 シリーズの製造番号2番、 E102、 コードネームはガンマじゃ。ガンマ。以後わしの言うことをよーく聞くんじゃぞ。え、いきなり動けんの？あー、そういうことか。え、いきなり、あ、エッグマンいるじゃん。このドアの先はお前のための訓練場になっとる。先輩ロボの E101 ベータはとっくに訓練場に向かったがな。いざ行けガンマ。ベータほどには期待しとらんから適当に頑張れ。ファイナルエッグ。ファイナルエッグか。ファイナルエッグって難しくなかったっけ？ターゲット人形を破壊せよ。あー、ソニックターゲットを破壊するのじゃ。そういうことか。ターゲットを破壊すれば、あ、一瞬でも映ればってことだな。あー、ターゲット出た。そういうことだ。なるほどね。ちょっと待って、やることいっぱいあるな。これ、あれか、照射時間長く当てれるほど、多分、秒数稼げるんだな。なるほどね、全然ゲームの体験が変わる。38個。でもまあまあ足は速い。ここ関係ある？ない？ある。ありそう。でも早くてちょっとどうしようもできないな。エッグマン。
苦労、ガンマよ。意外とやるではないか。よし、それではテストを行う。これは我が崇高なる設計思想に基づいた超万能巨大空中戦闘要塞エッグキャリア乗船のための選抜テストである。入れよベータ。 E シリーズの同系機先輩ロボの E101 ベータじゃ。これと戦い勝った方をエッグキャリア搭乗クルーとして採用することとする。まあどうせベータが勝つやろうが、一応やってみるがいい。まあ走り回ってレーダーぶつけてって話だもんね。うわ、早いな。最初からお前はやるものと思っておったわい。今回の結果によりガンマにエッグキャリア搭乗を許可する。ああ、お前もエッグキャリアに乗りたいのか。ああ、わかったわかった。ま、なんかの足しにはなるじゃろう。特別に乗船を許す。本日は晴天なり。エッグキャリア乗船を許可された精鋭の諸君、ますます意気盛んなことと思う。さて、今日集まってもらったのは他でもないこの尻尾のついたカエル。これこそ今回の作戦上必要不可欠にして重要なカエルである。ここで諸君らの使命だが、このカエルを草の根分けても探し出し捕獲してきてほしい。ことは一刻を争う。早速出撃じゃ。ステーションスクエアか。普通に？ん？あ、でもヒントくれるんだ。さっき尻尾の長いカエルがビーチの方へ向かっていったわよ。ビーチってホテルの中からだよね。ホテル。空中浮遊できんの？あ、違う違う、なになに？
フェンスを壊すな。ジャンプ力すげえある。タイム稼ぎながらだもんね。ターゲット改良を捕獲せよ。いや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 、すげえ火力あんな。ルート合ってる。あ、カエルだ。ターゲットカエルを捕獲せよ。ここは？データ照合。データなし。現在位置不明。困った。まあ、エメラルドのところに行きますよね。やっぱりこれがさ、カオスの元なんじゃないのかな。俺のが本物だ。いや、俺だ。俺の方が色がいい。
メダ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 メ。全然違うカエルではないか。どこに目をつけとるんじゃ。カオスの尻尾が取り付いとる大事なカエルなんじゃ。ましてカオスエメラルドまで加え込んでおるというのに。うん、これじゃ。これが本物じゃ。さすがはガンマ、よくやったぞ。お前はやってくれると思っておったわい。他のものは笑い箱じゃ。どこぞへ消えよ。処分したんだ。お前には新しい任務をやろう。なに、簡単な仕事だ。あの一番奥のドア、あの先の部屋へ行くな。牢に女がいて小鳥を隠し持っとる。それを奪ってくるのじゃ。さあ行け。ここか。真ん中がコースになってるよね。あれ右に行くんじゃないんだ。101。これ何を作ってるんだ。ベータ、部屋を間違えたようだ。これできんのかな。まあできないか。エミーの牢屋に行きますよね。逃げろ。
こは危険。急げ。もうすぐミスティックルインの基地に着く。あなた他のエグマのメカとは違うみたい。もしあなたが本当は悪い人でないのなら、今度会う時は友達よ。ほうほうほう。ああ、モテるんだね。早いな、足が。ああ、マイクテスト。ガンマ、緊急戦闘配備じゃ。まず武器庫に行ってブースターを取るのじゃ。武器庫？あれ。武器庫？貯水槽行ってみようか。関係ないけど。ああ、貯水槽ね。なんか落ちたらやばそうだった。部屋あるな。武器庫。違うなんかいろいろおかしい感じになっちゃった。ブースターね。ブースター。ジャンプボタンを押し続けると少しの間宙に浮いていられるわ。なんだって？あ、ほんとだ。いやもうカメラが死んでる。武器庫。よし、ブースターを取ったな。ならば大至急後部第一甲板まで来るのじゃ。あれだ、ソニック戦なんだ。もう早っ展開。でもソニック戦で負けてからエンディングまでそこまで時間ないよね。まあそうだよね。お呼びですか、ドクターエッグマン。あの青いハリネズミをハチロスにするんじゃ。訓練の成果を見せてみろ。アイアイサー、ドクターエッグマン。あとは任せたぞ。おお、始まった。いやもう超簡単。そっか、これで展開変わるもんね。やめて、ロボットさん。エミ、ロボットさん、あな
訳がありそうだな。ねえソニック、その船どんどん高度が落ちてるよ。時間がない、テイルスとエミを連れて先に逃げるんだ。ソニックは？俺はエッグマンを追う。あいつを放っておくわけにはいかないからな。ソニックったら、なんだかんだ言っても来てくれんだよね。ねえ大丈夫？ここはもう危ないみたい。あなたもエッグマンの言うことなんか聞いてないで早く逃げなさい。なぜ？なぜ助けを？今度会うときは友達って言ったじゃない。この子もあなたのことこんなに心配してる。エッグマンのそばになんかじゃダメなんだからね。エミ、行くよ。ミスティックルーインか。あー、エッグマンに対してのちょっと疑心暗鬼が生まれてますね。ドクターエッグマン、マスター登録解除。 E シリーズ、仲間、助ける。唐突。あれ、話せるかな。攻撃する。ああ、いた。風の石があれば洞窟に突風が吹き荒れるというわ。風の石ってことはテイルスのところ行って、なんだっけ、ウィンディーバレーかあるね。もう掴んで掴んでくれない。掴めないか。ああ、はいはい、掴んで。もう直ウィンディーバレー。ターゲット。おお。わっ、船、なんじゃこりゃ。ちょっと待って、びっくりした。今壊れたよね、ここね。怖っ。ヒント。ヒント。あ、降りれるね。うわ、怖っ。さっき釣り橋か、落ちたの何だったんだろう。そう、うわ、怖っ。なんか怖いな。余計なもん壊しそうだな。どこだ。
はいはい。ああ、あの敵が吹っ飛ばすのか。なるほど。うんうんうん。よーん。いた。103。わー、追尾か。怖っ。40個目。何個なんだろうな。50個ぐらいかな。ん？どうした？あれ、どこにリスポーンしたんだろうね。なんで？あの見張りの猿さんいなければ。これ聞いたなぁ。あれだ、祭壇のところまで行くやつだ。あれ合ってる、これ合ってるか。あの見張りの猿さんいなければなんとかかんとか。これ猿かわいそう。すんごいサクサク進むね。あー、そういうことか。あー、ここねー、これ超苦戦したんじゃない？あのソニックでかなり苦戦したところか。まあでもソニックは後半大体全部苦戦したからね。うわ、もう敵の数すごっ。そしてガンマの攻撃能力の高さよ。あ、ちゃ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 。うわ、怖っ。あ、怖っ。ゆっくり行けばいいってわけでもないもんね。ヒント。ん？あれ？こっちだ。でも落ちそうなんだよね。あ、大丈夫か。いやー、これ気持ちいいな。こんだけサクサク進むと。ん？うわー、怖っ。落ちる。いやー、落ちそう。あー、怖っ。下か。おいや。ん？どうする？あ、足場ができました。
あ、いましたね。めちゃくちゃ強いじゃん。41個目。E103 デルタ、 E104 イプシロン、救出完了。 E105 ゼータ、 E101 ベータ、所在不明。もしやまだエッグキャリアに、エッグキャリアに行くのか。モードチェンジ。ああ、何かわかるかも。なるほど。なんか沈没したっていうのがちょっと違和感はあるんだけど。それでもこれでエッグキャリアに入りましたね。E シリーズデータサーチ開始。該当はホットシェルター。 E シリーズの存在を、ホットシェルターだから、ホットシェルターのロックを解除する。ホットシェルターなので中ですね。どうだっけ、これの1個上、あ、違うわ。あっちだ、反対だ、反対。シェルターにいるが、その前に貯水槽に行くと。貯水槽？貯水槽に行って何かあるの？ああ、水がなくなってる。ああ、なるほど。アイテムだ。三式レーザー銃よ。攻撃すると爆発が広がって広範囲の敵を倒すことができるわ。すげえ便利じゃん。で、ホットシェルター、ホットシェルターは下、あれ下ですよね。あ、あったあった。ここがホットシェルターに101か105が105。
ホットシェルターって、あれ、ルートがすげえある、もしかして。あれ、でももうチェックポイント入ったな。ん、待って、カメラ、え、ちょっと待って、なんだこれ。あ、上か、上だ。待って、おお、なるほどね。あー、こんな感じだったか。確かにそうかもしれない。で、スイッチ、反対、スイッチ反対向きじゃないな。うん、これでいいな。ん？よっ。で、チェックポイント入る。おっとと。あー、ここもスイッチがあるか。そうだね。いや、関係ないな。あ、スイッチあったな。ここスイッチないと入れないんじゃなかったっけ。あー、違う、開いた。カメラがちょっと良くない。ちょっと処理が重い。一応ルート合ってんだよね。なんかそんな気しないけど。危ない。あれ、待って。この先は高速カーゴ発着場よ。どういうこと？ああ、チェックポイント。ん？え？ああ、これか。これに掴んでもらうんだ。違うんか。いや、そうだろう。あ、そうそうだろうな、さすがに。わっと、買ってしもた。どこだ。え、これは、ああ。そういうことか。時間が意外と厳しい。あれ、動かない。動いた。チェックポイント入った。先頭車両。倒せない敵だ。あれ？あ、反対側。ああ、これなんか違うな。今反対側に行けたな。待って、ちょっと動かないで。いきなり動かないで。ちょっと時間ないわ。ギリギリだ。終わった。時間切れだ。
まあでもギリギリ、あ、あそこチェックポイントだけ取っておきたい。いや、まあまあまあ、時間足りなかった、時間足りなかった。でもチェックポイント取ったからな。いや、でも1分しかないんだけど。ちょっと待って、え、ちょっと待ってくれよ。あー、ちょっと待って、これ罠じゃん。リングないから。うわ、すげえ残機食ったんだけど。危な。待って、落ちた落ちた。うわー、死んだ。あれ、あー、でもクリア扱いだ、ラッキー。うわ、待って、死んだ。へえ、うわー、いやー、クリア扱いまで行ったのに。うわ、ちょっと鬼門だな。そうなんだ、こういう感じか。おっと、動くんだよね。動くともう分かんないよね。で、これで止まるでしょ。止まる。これは大丈夫。まず、そう、割っておこう。で、割った。ん？落ちるか。あっちゃ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 。どうなってんだよ、もう。ん？よし。もう、あ、来た。うん、そうそう来そうだなって思った。こいつは？あ、でも入ってる入ってる。大丈夫だ。危ない。なんかある。バッと落ちた。ミッション。ミッション死。怖。普通に撃ってればいいのかな。変にジャンプしなくていい気がしてきた。危ない危ないぞ。倒したー、怖ー。42個目。そしてウェッカー。え、カオス6とか戦う？戦いそうだね。違う、101か。 D105 ゼータ救出完了。残るは、僕は、
落ちそう。うわあ、もう落ちそうだなって思った。あれ、いきなり、あ、何、もういきなりボス戦なの。あっ、危ね。うわ、あれ入らないな。ん？攻撃を消すな。裏か、後ろ向いた時か。ああ、なるほど、オッケー、分かった。うわ、怖っ。コイン、コインゲット、コインゲット、よし。怖っ、うわっ、危ねえ、怖ー、何その攻撃、これよ、うまく避けれないな。やっぶねえ、危な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 。コインがない、コインがない、コインがない。コインがあった。あっちゃー、危な。コイン。よし。これを。よし、オッケー。これでオッケーだね。みんな鳥になったのか。鳥になっている。なんか終わり方いいな。はい、じゃあ今日はもうね、エンディング見て終わりにして、次回ビッグだね、ビッグやりましょう。
いい写真じゃないか。写真というか、画像じゃないか。ねえ、自由になってよかったね。43個目。はい。というところで、次回ビッグ編やりましょう。というで、ここでは今日は終わります。ご視聴ありがとうございました。